いい匂いだぜ。ワニ肉がカリッと揚がる最高の瞬間だぞ。中華鍋使うのはクガのお株奪うみたいで気が引けるけどね。ふん、よし、ワニ肉は一度休ませてっと。さあこっからが本番だぜ。メギシマ先輩だけじゃねえ、リンゴ先輩もだ。ドン引きするほど大量の唐辛子。やっぱりだ。何笑ってんだメギシマ。お前の性格なら上品にまとめた唐辛子料理なんか出してくるわけねえ。問答無用で大量投入してくるに違いない。だからこっちもパワープレイで答えなきゃ押し負けると思ってな。なんだ、人のこと知ったような口聞きやがって。私のことよく分かってんな。おらー、鮮烈な香りが立ち上ってくる。辛味成分カプサイシンが空気中に乱れまってるわ。見てるだけで汗出てきますね。メギシマ先輩も唐辛子こっそり砕いてる。上に染みちゃう。本当に両者渾身の力技って感じだね。二人とも絶対の自信があるということだ。あの膨大なる辛味エネルギーを全て美味へと注ぎ込む自信が。超重量級の戦いって感じだな。どっちが押し勝つか目が離せねえ。パワーとパワー、技巧と技巧がぶつかり合う乱戦のセカンドバウト。果たして反逆者たちは勝利することができるのか。